こんにちは。アマゾンシスサポーター、堀秀です。オーストラリアで壊れてる機械があっても、ほったらかしが基本と。海外では機械は壊れてるのが当たり前。まあ、日本のように全部の機械がちゃんと動くことなどありえないというのが、まあ、日本の常識、オーストラリアの非常識ということでね。えー、今私は、このジムがついてる シェアハウスに入ってるわけなんですけど、2台のランニングマシンがあってね、そのうち1台、窓際のいい場所のランニングマシンが壊れてると。で、私が入って、約1ヶ月経って、まあ、初めの頃、使ったら壊れてたんでね、ちょうど係の人がいたんで、あの、この、奥のランニングマシン壊れてたけど治ってますかって言ったらねえ、えって言ってね、壊れてたことすら知らなかったと。 修理の手配してましたけど、まあどうも話を聞くとね、えー、壊れたのは、壊れたというか、初めにこのランニングマシンを入れたのが1月の中旬、で、現在は4月の中旬。だから壊れたってか、これ初めから設置を間違ったか食費不良だった可能性が高い。<っ>まあね、やっぱりオーストラリア違いますねって感じなんですけど、いやいや、私は今、えー、日本にいます。ただ、 このシェアハウスって、どれぐらいだろう。6割、7割がね、日本人じゃないんですね。だから、まあ、日本人ばっかりだったらね、このランニングマシンを使えば壊れてるじゃんって言って、日本の場合はね、えー、機械があったら、自動販売機があったら全部ね、えー、商品は出てくるし、お釣りが出てくるのは当たり前。ね、こういうランニングマシンとか機械物があったら、えー、全部普通に使えるのが当たり前。 信号機の押しボタンがあったらボタンを押せばね、信号変わるの当たり前って感じなんですけど、今言ったこの3つね、ねオーストラリアでは当たり前ではないです。機械が何台もあったらね、逆に全部が動くってことはほぼありえないと思う、ねで。自動販売機が何台かあればね、何台かに1台は、えー、金入れたのにうんともすんとも言わないとか、商品が出てこないとか、お釣りが出てこないってのは当たり前。 信号機のボタンを押して信号を変わらなかったらどうやって歩行者を渡るのって感じなんですけど、えー、そういうね、えー、歩行者渡れないずっと渡れないってことも、まあ、普通、ねまあ、そういう状況で,でしかもこの壊れてますってのを、ねえー、誰に言えばいいか例えばねこれ今回日本で、えー、普通にシェアハウスの,、えー、その物件の担当ってのがいるんでねその人がいる時に言えばいいんですけど 海外だとねねそういういい仕組みじゃないです、ね、あの例えば、まあ、話を分かりやすく海外にこのシェアハウスがあったとして、まあ、シェアハウスの、ねえー、担当の人に、えー、ランニングマシン壊れてるよって言ったらああスポーツジムは俺じゃないからとか、ね、機械も俺じゃないからって言ってね担当の人が来たら、あのー、言っといてとか、ね、言っとくよって言ってそのまま、ねえー、自分で担当を見つけて、ね、直してほしいんだったら自分で担当を見つけて、えー 頼まななきゃいけないけ頼んだからって言って1回で治ることはありえない。ね、いやむ,むしろその担当がすぐ見つかるってことがほぼありえない、ねえ。なぜかというと、まあ、あんたの感、ね、じ、えー、してる物件でしょうとかね、あなたの会社のことでしょうというので日本はね、まあ、普通に、えー、誰が聞いてもその担当を見つけな、その、えー、言われた人が見つける、ね、社員が見つけるって形ですけど、オーストラリアの場合は、 ね、いや自分の仕事じゃないからって言ったらやらないのが標準です。そうなるとね、直してほしい人がその担当を見つけなきゃいけないと。でそんなのね、めんどくさいんで基本的にはもう壊れてるものを見つけてもねあ、壊れてると。当たり前によくあることだということで、特にそれを直そうということはなく、ね、壊れてない方を使おうとか、そういうので終わしちゃいますで。なんでこの機械の故障率がね、 アマゾン、アマゾン輸出に関係あるのかということなんですけど、まあもちろんありましてね。例えばシステムのバグとか FBA の受け取りミスっていうのがあって、これ解決しない場合が多いですね。で、オーストラリアはまだそんなにないんですけど、アメリカなんかもほぼね、バグがあって解決しないと。で、みんな多分日本の常識でね、 アマゾンのそのサポーターに言えば、えー、バグだってことを突き詰めて、突き止めてくれるとかね、FBA の方でね、えー、なんか倉庫に行って調査してくれるというようなイメージでいるみたいですけど、そんなことはなくてね、もう全然、あの、まあ、自分がやるのはその定型分を返すだけ。で、バグがあるとか、うんぬんってのはそのバグを見つけるチームとか、FBA 受け取りは受け取りミスチームが、 対処しますので、そのサポートしてる人が何かやるってことじゃないんですね。だからね、まああのでしかもちゃんと機能しないのが当たり前。ね、あのいやいや全体の機械全体のシステムがちゃんと機能しないで当たり前ってどうするのって感じなんですけど、ただ現実問題。えー 非常に荷物の扱い量が多くなっているアメリカのアマゾンなんかだとね、もう受け取り密多発してますしね、で、その損は全部ね、出品者が被ることに今なってます。まあ、オーストラリアでは幸いね、まだそれほど、それほどっていうか全然、ね、遅れてるぐらい、遅れてる以外のミスはないんですけど、 まあ、昔のアメリカアマゾンがそうだったように、オーストラリアも多分しばらくは受け取りミスがあればね、えー、出品者が被るんじゃなくて、アマゾンが保証してくれる可能性が高いです、まあ。ただ、いずれにせよ、そういう形でね、えー、全部がもうスムーズに行くってこともないですし、質問したからといって、えー、担当を見つけて、えー、解決するということはありえない。ね、みんな自分に分担された仕事しかしません。 で問題を解決するという職種の人はいないことが多いです。もちろん、アマゾンについても、その、出品者からのクレームを受けて、それを解決するっていう役割の人はいないです。信じられないでしょうけど、いません。ね。あの、逆に、その、問題を解決しますっていう人がいればね、私のサポートも非常に楽なんですけど、全くいないです。つまり、アマゾンという仕組みは、問題が起こりにくいように使うか、 あるいは問題が起こっても大丈夫なように自衛して使う必要があります。まあ、そんなわけでね、初心者が Amazon 室に取り組むなら、私のサポートが必須という形になります。ですのでねあの、自分で調べてあの質問したり、翻訳使って質問したりせずに、あの先に言ってくださいあの。いらぬ質問しちゃうとね、結構、ドツボにはまりますで。ありがちなのが、基本的にオーストラリア Amazon って英語できるっていう前提でね、えー、出品してますんで、 だから、連絡があった時にね、英語できないのがバレバレになるっていうのは非常にうまくないです。ね、あの何かね、状況を良くしようと思って質問してたのに、連絡して英語ができないのを暴露して状況が悪くなって終わりだったと。まあ、苦労して英語ができないことが分かって、問題解決しないとなることが多いんでね、えー、そうならないようにきちんとサポートしますんで、何か質問したいとか。 ね、こういう状況だからどうしましょうというのはねアマゾンといきなりやり取りせずにご相談ください以上アマゾン室サポーター堀秀夫でした